策があります。黒木先生の秘策が見事にはまりました。ということで、先ほど放映が終了したばかりのテレビドラマ2月の勝者絶対合格の教室第6話の内容を、早稲田アカデミーなどでの塾で25年以上受験指導専門家の私が、実際の現場ではどうなのかという視点から考察して紹介していきます。では行きましょう。一つ目の考察は、受験を終えて進学した先輩を教室に連れてきて生徒に話してもらうというシーンです。結論、実際のリアル度は 100% です。実際塾ではいろんなシーンで卒業生を呼んで塾生やその保護者に話をしてもらう機会を作っています。大規模なものだと毎年だいたい3月に各塾が実施する入試報告会で、入試を終えたばかりの卒塾生が登壇します。まあ、最近は新型ウイルス拡大の影響でオンライン実施に切り替わっているので省略されてしまってますけどね。校舎単位で夏期講習や冬季講習などの節目に教え子たちを呼んで話をしてもらうということは、どこの塾でも行われていることです。2月の勝者の原作漫画では、いろんな中学から複数の先輩が来てましたよね。私も毎年卒業生を保護者会や講習会の初日などに呼んで生徒たちに話をしてもらってました。黒木先生は秘策と言っていましたが、このように元塾生 OB OG を呼ぶというのはよくあるやり方なんですよね。塾生 OB OG を呼ぶメリットは主に3つあります。メリット1つ目は、受験生のモチベーションが上がる点です。塾生 OB OG に自分が通っている学校のことを話してもらうんですね。ドラマではサラちゃんが双葉女子学院の自由な校風を紹介していました。ちなみにこの双葉女子学院というのは、原作漫画では JG 言わずと知れた女子御三家の女子学院の実名を出していました。それがリアルで良かったのに、大人の事情で架空の学校名に変更したんでしょうね。双葉女子学院は、女子学院に同じく女子御三家である双葉を頭につけて双葉女子学院としたようです。在校生が自分の学校の校風や行事、個性的な先生や特徴的な設備などを話すのを聞くことほど、受験生のモチベーションを上げることってなかなかないですからね。塾講師や学校説明会で校長が話すのとは視点が違います。在校生によるうちの学校のこういうところがいいという生の声は、これから受験を控えている生徒たちの心に響くんですよね。いやー、自分もそんな学校生活を送れたらなーって、今までウェブページやパンフレットの中の漠然とした世界でしかなかったことを、現実感を伴って頭の中で想像できるようになるんです。受験生は先輩を憧れそのものの眼差しで見つめながら話を聞きます。塾生 OB OG を呼ぶメリット2つ目は、受験生に希望を与える点です。ドラマと同じように夏期講習前に塾講師は生徒にプレッシャーを与えます。これくらいのことができていないとまずいぞ、これくらいはクリアしてもらわないと、というように高いハードルを提示するんですよね。到達してほしい目標の2割増しくらいの目標を与えます。なぜなら塾講師は、受験はたとえ模試の合格判定で 80% を出し続けている子でも、あっさり不合格になることがあることを痛感しているからです。この子はこの学校は受からないだろうなという予想はまず外れずに、その通りの結果になるものの、この子ならこの学校は受かるでしょうと思っていたのに結果不合格ということは珍しくないんです。だから講師は受験生にもっともっとと高い成果を要求するんですよね。そこで受験生は、もしかしたら一生懸命勉強しても自分には無理なんじゃないかなって弱気になります。塾講師はそんな弱気になっている受験生たちに、私は君たちが全員を合格させるだなんて言えないし、かといって安易に志望校のレベルを下げさせたくもありません。そこで塾生 OB OG にちょうど今の時期を思い出してもらって、どんな感じだったかを言ってもらうんですね。例えばこんな感じです。いやー、この時期どの先生にもプレッシャーかけられて、レベルの高いことを要求されたけど全然できなくて、夜家で泣きながら勉強してましたとか、1学期最後の模試でも国語と社会の偏差値が55の壁を超えられなくて、というようなことを誰もが認める最難関校に通っている先輩の口から聞くことで、あんなすごそうに見える先輩でもこの時期はそんな感じだったんだと感じ入って、受験生は先輩に親近感を持つと同時に、自分でも頑張れば先輩みたくなんとか合格できるかもと希望を抱くんですよね。実際に経験して成功を収めた人から、うまくいっていなかった頃のことを直接聞くことほど希望が湧くことってないんじゃないですかね。塾生 OB OG を呼ぶメリット3つ目は、今紹介した希望を与えるということに反することかもしれません。それは切迫感を与えることです。
受験することを決めてから子どもたちは塾でも家でも合格ばかりに目を向けさせられて勉強に取り組みます。どこの塾も〇〇中何名合格というように合格実績を大々的に打ち出します。〇〇中何名不合格というような情報は聞けば教えてくれるかもしれませんが、決して表に出さない情報ですよね。勉強しても不合格になる、いやむしろ大半の学校は合格者よりも不合格者の方が多い、実際に不合格になる受験生が大勢いる、そんな不都合な真実から受験生の気をそらそうと家庭も塾も協力して働いていると言ったら言い過ぎですけど、そんな面があるということは否定できません。だから自分が落ちるというイメージを持たない受験生結構多いんですよね。でもすでに受験を終えた OB OGから練習のつもりで受けた1月入試の結果が不合格でとか、今は私の学校に 100% 満足して通っているけど実は第一志望は〇〇で受からなかったんですというような話を聞くことで、受験生は受験は落とされることがあるという当たり前の事実を我がこととして気づかされることになるんです。受験生は入試が近づくと共通して抱く思いがあるんです。それはもっと早く本気になっていればよかったという後悔です。そんな後悔を OB OG の口から言ってもらいます。なんとかなるでしょうって軽く考えていたあの頃の自分をぶん殴りたいという OB OG を何人も見てきました。そんな OB OG は続けて、みんなはまだこれからだから受験が近づいても後悔のないように今できることを全力でやった方がいいということを全力で伝えたいんですって言ってくれます。この言葉が塾講師から飛ばす劇よりも生徒たちの心に響くんですよね。2つ目の考察は、私はあの2人の掛け合わせによる大きな化学反応に期待していますという黒木先生が言うシーンの考察です。結論、実際のリアル度は 5% ぐらいでしょうかね。実際はタイプが真逆の2人が相乗効果を発揮するような状況はめったにないです。そんなうまくはいきません。タイプの違う2人の混ぜ合わせと黒木先生は言いますが、タイプが違うということはよく言う水と油ですからね。混ぜるな危険というか、そもそもタイプの違いすぎる2人は混じりません。人は同調できる相手を求める傾向にあります。タイプが真逆の性格でうまく相乗効果を発揮してお互い高め合っている子たちは私の記憶にはあまりいないですね。むしろ近い雰囲気を持つ子同士でグループを作る傾向があるように思います。ただ複数の子たちの掛け合わせ、つまり集団授業のクラスの中での化学反応となると実際のリアル度は 100% になるんです。進学塾のクラスは学力別に分かれるものの、性格は実に様々な子が集まってます。お調子者で常に何か発言したくて仕方がない子、できるだけ目立たないように存在感を出さない子、思考のスピードが速くて要領よくどんどん解いていくけどケアレスミスが多い子、スピード感はないんだけど深く考えて大人をびっくりさせるような記述問題の回答を出してくる子、実に様々です。授業中講師は答えを言わせるために頻繁に生徒たちを指名するので、生徒たちはクラスの子たちがどんな風に答えるのかを常に見聞きできるんですよね。私はこの他の子の考えを知ることができるというのが集団授業最大のメリットだと思ってます。塾は学校と違って自分に近い学力の子たちがクラスに集められています。クラスの子たちは同じような偏差値の学校を目指します。でも問題に対するアプローチの仕方や出す答え、勉強の仕方はそれぞれです。そのようなクラスメートの考えを知ることができるというのは、講師が問題の別解を示すよりも子どもたちの頭に入るんですよね。だから私はよく受験勉強は自分との戦いとか個人戦って言われていて、確かにその通りなんだけど、団体戦のチームプレーという側面もあると思ってる。クラスの人たちがどんな風に考えてその答えを出したのかということを学び合うことで、自分一人だけでなくクラスの何人もの考えが身につく。だから模試や入試本番でテスト問題に一人で向き合っていても、一人一人の背後にはこのクラスのみんなが背後れってなんか表現変だな、まあそんな感じでこのクラスの人たちと一緒に考えるような感じで向き合えるようになるんだよと言ってました。集団指導塾では講師だけでなくクラスの人たちの発言からも学びがあります。自分とは違うタイプの人の考えほど大きな学びがあります。これは子供に限ったことではなく大人でも一緒ですよね。いろんな人の考えを知ること自体が学びになります。3つ目の考察は夏季合宿のシーンについて紹介しようと思ったんですけど、すでにこちらの動画、裏側学習塾の夏季合宿、塾側の本音と参加者に聞いた効果で
なぜ夏期合宿をする塾があるのか、夏期合宿の表と裏について詳しく紹介しています。よかったらこちらの動画をご覧いただけたらと思います。ということでここでお知らせです。私は中学受験情報のウェブメディアを運営する株式会社マイナビさんと一緒に、ほぼ毎日更新、音声とコラムで学ぶ保護者のための中学受験3分メソッドという月額コンテンツを配信しています。 YouTube では教育受験に関わる広いテーマで毎週2回配信していますが、こちらはほぼ毎日1日3分程度、中学受験に特化した内容を音声とミニコラムで配信しています。 YouTube 動画にする前の思考段階の素に近い内容、ニッチで YouTube 動画にはしていないテーマ、日常のヒントになりそうな話、いただいた質問に対する回答、これまでの受験指導で印象的なエピソードなどについてお話します。今なら入会初月は無料でご視聴可能です。ご関心のある方はぜひこの動画の概要欄のリンクからチェックしてみてください。また来週土曜は番組放映終了後に考察動画を配信します。最新の配信を見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしていただけたらと思います。皆さん番組の感想もぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。